国体少年男子の高飛び込み世界選手権で銀の玉井陸人が優勝。2022年9月14日、国体国民体育大会の飛び込みが宇都宮市で行われ、少年男子の高飛び込みで世界選手権の銀メダリスト玉井陸と選手が自己ベストを更新する圧倒的な演技で優勝しました。 新型コロナウイルスの影響で3年ぶりの開催となる国体は10月1日の開幕を前に9月10日から一部の競技が回帰前競技として行われています。14日は宇都宮市で飛び込みの2日目の競技が行われ、このうち少年男子の高飛び込みの決勝に玉井選手が兵庫県代表として出場しました。 今年の世界選手権のこの種目で銀メダルを獲得した玉井選手は2回目の演技で後ろ向きに踏み切って後ろ向きに3回転半回る 207B で99.00をマークしました。さらに最後の6回目では後ろ向きに踏み切って2回転半ひねりながら後ろ向きに2回転半回る 5255B を ほぼ完璧に決めて108.00と高得点をマークしました。この結果、玉井選手は6回の合計で自己ベストを24.10上回る573.55をマークして2位に200点以上の大差をつけて優勝しました。玉井選手は自己ベストを絶対に超えてやると決心して試合に挑んだので、すごく嬉しかったし、自信にもつながったと笑顔で話していました。 今後については一度しっかり休んだ後、課題としているものを克服し、来年の世界選手権の選考会までしっかりつないでいきたいと気を引き締めていました。